栗原はるみの定番ご飯年末スペシャル。どの家庭でもおなじみの定番の味にはるみさん流の一工夫、食卓が華やぐメニューを4日間連続で紹介します。フライパン一つで簡単にできる本格チャーシューに、外はカリッカリ中はジューシーなフライドチキン、里芋を使った和のテイストのクリームシチューに、誰でも失敗せずに作れるベイクドチーズケーキまで、いつもの味がとっておきのごちそうに、年末の食卓にぴったりのレシピ満載です。さあ12月になりました、はい、あっという間の一年です ね去年も言ってません、前も言ってません。早いですよ ね、まあ、そんな中ね、はい、今日はですね定番ご飯、そうなんです、年末スペシャル4日間連続で連続でお届けしたい、ね、思いますけども、ね、うん、あのおもてなしの難しいお料理じゃなくて、うん、定番をそうかそうかパーティーメニューとしてやる。気になるのはこちら、これ、これはですね、うん、あのウェルカムのプレートって言って、ウェルカムプレート時々やるんですけど、うん、いいね、うん、あのあるものをちょっとこう並べてお迎えする気持ちをちょっと伝える感じですかね。素敵ですね。早速じゃあ、はい、乾杯してスタートですね、はい、これはね、では、乾杯。年末スペシャル初日はチャーシューとチャーハン、おなじみの中国料理のメニューでパーティー気分を味わいませんか。まずはフライパンチャーシューから。その名の通りフライパン一つでできる簡単チャーシュー、盛り付けにも一工夫して華やかな一品に仕上げましょう。チャーシューって聞くとものすごく難しいし手間もかかる料理、そうですよね、まあ、あの漬け込んで焼くのはちょっと間に合わない時あるでしょ、うん、そうね、それでこれ考えたメニューなんですよ。一番簡単にじゃあ早く作れるチャーシューでちょっとこうちゃんとチャーシューの味がするって感じで、すごい、ね、なるほど。でまずここに塩をして両面、うん、はいはいはい、でこう全体を塩をして、でよくしてから、はい、あの10分ほど置きますね。おう、これはで、あの無駄な水分をここで取ります。それで塩をね、それでその間にタレを作りましょうか、うん、はい、まずお醤油です。お醤油、はい、はい、じゃあこれ混ぜていただこうかな、はい、はい、お醤油と、はい、はい、でここにちょっと香りに紹興酒少し入ります。ない方はお酒でもいいですね、はい、でお砂糖、お砂糖でここにオイスターソースが入ります。はい、これが入れましょうか。はい、あ、そうそう、はい、やっぱオイスターソースね。入った方が美味しいですね。コクが出ますからね。で、ここに八角、うん。八角知ってますよね。いや、知ってますけど、使わない。あ、使わない、よく私は中国料理には使います。ね、一気に来ましたね。なんかあの中国料理を食べに行くとこの香りしますね。この香りしますね。うん、なんかそういう。ちょっとしたことだけちょっと嬉しい。いや嬉しい嬉しい、もうすでに中国料理になってる、ね、そうそう、そこなんか上手になって、はい、ここだけで上手になった、ね、はい、はい、でこれで出来上がり、はい、出来上がりです、うん、でこれペーパーで拭きますね。そうか、余分な水分をまた、はい、拭きます。吸い取っちゃうんですね、うん、こういうとこが大事なんじゃないかなと。こういう細かいところがね、あ、そうですね、あれもやってるね、うん、いよいよ焼いていくんですけども、表面を焼いていきますね、はい、でちょっとオイルちょっとだけ入れて、うん、で生姜の潰したもの、これ生姜は包丁でバーンとやるだけ、はいはいはい、潰しといて、ニンニクも潰してあります。こういう感じ、はいはい、こういう感じですかね。でこれで香りをつけます、オイルにちょっと、で熱くなった時に、うん、あのこのね、あのこっちとこっちで両方焼いて、まあ、何の問題もないんですけど、うんうん、ちょっと平らじゃないですかお肉が、はい、でチャーシューを少しこうちょっとこうしたいので、うん、こっから焼いた方がいいのかなと。横から。横から。横からっていうのかな。うん、こういうふうに。あ、面白い。例えばちょっとご馳走にしたいときは、こっちから薄く生ハムみたいに切りたい。はいはいはい。だからそれもちょっと考えて。考えたことない、ね。まあ、そうですか。
なるほどね。なんかちょっとそんなようなことも考えてやると、はい、うん、少しお肉がこっちから行くよりは少し立つかなみたいな感じで。なるほど。あー、なんかもう美味しそうになってきましたね。これ誰でもできるよね、焼くだけですからね。いやー、うん、本当フライパンちょっと深みがあった方がいいかな、うん、こういうのその方がうまくできるような気がしました。いろいろやってはみましたけどね。あー、いい感じ、ね、いいと思います。あー、なんかいいですね、この焼き加減が。もうこうやって焼いた方が表面がグッとこう、ね、うん、締まって美味しいと思います、はい、あ、いい感じですね。いい感じですね、うん、でちょっと火加減をこう見て、うん、ずーっと言うと下に油が入ってるので、うん、もうすごく高くなっちゃうので、うん、はいはい、だからちょっとこう下げたり調整しながら、はい、ここの表面のところは見ていただいて、うん、焦げすぎないように気をつけて。でもちょっとカリカリとなるね、うん、いい感じだな。ここまでは、まあ、3分ぐらいですかね、3分4分ぐらいなので、ここだけは目を離さないで気をつけてください、はいはい、じっと見ておいてください。うーん、楽しみですね。で、完全にカリカリ焼かなくて、うん、これもうだいぶ焼けてるでしょ。あ、本当だ。だからここでちょっと弱くして、うん、弱火にしといて、これからいいですか皆さん。あ、これはもう蓋しちゃうんだ。はい、蓋して、まだ中は全然生なので、はい、はいはい、ちょっと蒸し焼きっぽいですにするんだ、はい、もうかなり温度上がってますので弱火で、はい、で蓋をしました。8分とか10分とか、これ10分ぐらい、はい、かかりますね。でもまあ一番最初の時は私も何度も経験してますけど、うん、もう最初はしょうがない、半分に半分のところに切って、チェックしてね、自分の分、うん、何分なんだろうと、はいはい、8分だったらこんな感じ、10分だったらこんな感じっていうのを自分で理解するといいですね、まあ、ご自分のフライパンでどのぐらいっていうね、うん、予想をね、時間の、そうするとすごく上手になって、あの理科の実験みたいでしょ。いや、だけど、まあ、理科みたいなもんだからね、うん、そうです、そうです、あ、ね、あ、でちょっとごめんね、あのやっぱり見てみますか、定期的に確認はしょうよね、はい、それ焦げてないかどうかチェックする。 それそうですね、あまり、あの、あんまり濃くなったらひっくり返さないといけないので、うんうん、どんな感じ。あ、一回、はい、もういいので、はい、あ、いいですね。でこれを、はい、こちら、はい、これ中まで火が通ってるっていう感じ、うん、まだね。あ、まだもうちょいですかね。そうか、この後まだまた煮ますからね。煮込んでくるんですね。で、ここが油がすごいじゃないですか。だからこのまま、うん、今はね、実はすっごい熱いんですね。熱いですよ。で、かけたままでこれザッと入れると、うん、ザッとなる。あ、ザッとなっちゃう、うん、で、あの、私はここはもう油は取ってしまいます。はい、この肉汁飲みたいですね。本当ですか。あらららら、ら、じゃあこれ使う、じゃあその方が良かった。いやいやいや、もうその方がちょっと、ね、無理ですよ、飲めない、うん、飲めないでしょ、ね、ちょっと飲めない、うん、ちょっとね、脂っこいので。あ、もうこれはもう取っちゃうんだね。まあ、だからちょっと残ってもいいとしましょう。じゃあ、ね、優しいですね、はい、ちょっと残ってもいいとお伝えします。で、これをですね、ちょっと待ってよ、はい、普段はもう全部きれいに拭き取っちゃう。はい、今日はアンディのために小さじ1ぐらい残します。いやいやいや、ちょっとね。で、ここでこのぐらいにしとかないと飛んじゃうんですよ、熱いと。あ、そう、ね、で、ここで温めます。お、もうお鍋も十分熱いので、熱いそう、ね、すぐ温まりますよね、ここ で、うん、でちょっとこうすぐにバーってくるので、なりますよ、はい、で、もうここになったら少し弱火で切り替えて、これを肉を戻す、はい、戻します。あ、肉汁が入る、まあ、ちょっと返しつつ、うん、絡めて味を、まあ、染み込んでるわけじゃないので、うわ、ちょっと、お、解体しました、ね、これはすごいですね。こんなことしちゃっていいんですか。さすがです、まあ、なんか楽しんでください。楽しいです ね、早くぐるぐるできるといいね。ほう、でちょっとこう切り替えたりしながら、もう中国料理ですよこれ。そうですね。
完全にもこんな感じでしょ、うん、トロトロですね。じゃあミートしますかね。いい感じだね。はい、ミートします。いいんですかこれで。はい、これ焼いてます。はい、じゃあこのぐらい残っておりますので。チャーシュー出来上がり。はい、出来上がり。うわ、じゃあこのタレは取っといた方がまあちょっと何かと便利ですね。最後にね、はい、いろいろにできるので。うわ、いい香り。トロトロですから。うわ、美味しそう。続いてはひき肉とチンゲン菜のチャーハン。具と調味料に一工夫すればいつものチャーハンが立派なごちそうに。チャーハン、チャーハン、チャーハン作りますか。作らない。あ、作らない。自信がない。あ、自信がない。なんか何も作ってないみたいですね、ずっとね。だけどね、チャーハンはね、難しいですよ、やっぱり。うん、正直。ね、いや、私もそう思いますね。うん、パラッパラにするのが。うん、とかね。今日は、もういっぱいお野菜を入れて、はいはい、で、卵も入って、ひき肉。はい。はい、ほう。で、このチャーハンが、うん、大好きなのが私の夫でございます。やった。はい。まあ、チャーハンの組み合わせっていっぱいあるんですけど、うん、これが我が家はナンバーワンです。やっぱりね、ラブがすごいですよね。いやいやいや、なんかね、もう聞いてるだけでなんかポカポカって思いますけども。で、ここに香味醤油っていうのはこれなんですけど、はい、ニンニクと生姜のスライスしたのをつけてるだけなんですけど、はい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 、これがまあある意味隠し味になるのかな。そうなんですよ。で、ここポイント高いのがナンプラーが。ナンプラー、はい、チャーハンにナンプラーっていうとなんかこれちょっと変化球ですね。中国料理じゃないか。そう、ちょっと変化球ですね。ナンプラーが入るとなんかピリッと、そう、ちょっと味がこうキュッてしまう感じですかね。強くはないんですけど、ね、では参りましょうか。はい、まずはね、インゲンはちょっと軽く茹でますので、はい、これを切っていただいて、はい、で、はい、決め事はございませんので、はい、ないです、全くないです。好きなように。好きなように。はい、好きなようにって言われちゃうとね。はい、これ大きすぎますよね。いや、大丈夫ですよ、全然。あ、全然大丈夫。ネギはなんとなくそんな大きくない方がいいような気も、はい、いいですしてるんですが、はい、いいですよ、はい、あまり小さくなくていいんじゃないですか。あまりにも小さくなくて、優しい方ですね。やっぱり大きい方がいいです、はい、それなりに。はい、そうですね。いいじゃないですか。こんな感じです。はい、一緒です。あ、一緒でした。当たり？はい、当たりです。やった。人間なんか斜め切りで、はい、大きめに。ちょっと歯触りが欲しいので。はい、で、卵を混ぜていただいて、いいですか？ここはね、ジュンって言った方がいいですね。ジュン。じゃあ行きます。はい、ジャン。ここで混ぜてくださいね。はい、じゃあスクランブル焼きを、はい、混ぜる。こんな感じですか。はい、いいですよ。はい、はい、スクランブル系ですか。うん、はい、はい、そうです。そんな慌てなくて大丈夫。あ、はい、はい、力が入っちゃいました。うん、そうですね、わかります。じゃあ、あんまりここでなんて硬くしないで、もうちょっとこう混ぜちゃう。混ぜちゃう。あ、そうそうそう。あ、いいんじゃないですか。あ、そうそう、もういいんじゃないですか。あ、いいんじゃないですか。あ、いいですね。じゃあ一回止めますよ。じゃあここに、はい、いいですか。はい、ここはやってるでしょ。これやってます。やってますよね。はい、はい、そしたら、はい、じゃあオイルをちょっと入れて、ひき肉を。ひき肉から。はい、ひき肉何グラムぐらいですか。これ100グラム。100、ちょっと少なめな感じですか。うん、うん、でネギも長ネギ入れましょうか。長ネギ、はい、ちょっと軽く塩コショウしますね。あ、いい感じです。はい、もう。で、これに。これで何合ぐらいでしょうか。これでね、たっぷり 2カップ以上ありますね。2カップ以上の。2人分は。ただもうこれ以上をご飯入れちゃうと、うん、中華鍋ではないので、はい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 、このパラパラいくのがなかなか、あ、そうか、難しくなってくるんですよね。あ、なるほど、うん。そうするとオイルをどんどん入れなきゃいけなくなるので。
これよく炒めて。お、お、来た。フリップワーク来ました、フリップワーク。もう一回、はい、来ました。こういう感じですか。いいですね。で、卵を入れます。卵、はい。はい、こちら。はい、入れます。はい、どうぞ。ここはやっていただきます。ね。はい、初めの方でもできると、ね、見てる方が思わないとダメなの で、ね、これを細かくこう入れ込ん で、はい、でこれをねこういうふうにこうこうですかね。そんなハイリスク乗りたいいきますか本当に。でもこれねミルクやると大違いなのよ実は。えミルクじゃあ見るのとね、あ見るのと、うん、見るのとねやるのだとだいぶこう感覚が違うので、あ、いいじゃないの。いやいやまあまあまあね。あ、よいしょ。そしたらじゃあここで、ねはい、あのお醤油とあのナンプラー入れますね。はい、いいですか？はい。これはお好みの量ですよ。はい、どうぞ混ぜてください。はい、はい、どうぞ。ここで醤油となって、その調味料を全部ご飯に。あ、いい香り。吸わせます。そうです。あのどん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 やらないとどんどんこ の、 あのお醤油とナンプラーがまだらになるなっちゃいますね。そう、まあ、難しいそう一瞬なんですよね。シュッシュッシュッやってそうですそうです。あららら、ずっとこうやり続け る、 ああ続ける、やり続ける。そうそうそう、できるじゃない、上手じゃない、うん、やれないふりしてるだけ私、はい、チンゲン菜を炒めます。チンゲン菜は別でやっぱり炒めた方がいいですかね。はい、はい、いいですね。じゃあフリップは続けておいていただいて、フリップは続けるんですね、はい、これ、はい、パラパラパラってなんかイメージがあるじゃないですか。ありますね。パラパラになったなっていうイメージ、はいはい、ちょっと軽く塩コショウだけ、ね、塩コショウの、ね、はい、もう入れますよ、はい、まだ余熱でいってしまうのでここに入るからね、はい、あのちょっとあんまり炒めてしまうと美味しくないですね。インゲンはそのまま、はい、もう茹でてありますので。この量でフリップは結構トリッキーですよ。上手。あ、大丈夫ですか。はい、味を見ないといけない。はい、じゃあフリップは、はい、いきますよ。美味しい。美味しい。あ、本当美味しい。塩はもういいでしょ。もうちょいもうちょいですか。なんだろう、塩が欲しいかな、もうちょっと。あ、そう。じゃあ、はい、うわどうだろう。そうなるとまたいいです。あっ、よかった。あっ、ほっ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 、いい感じ。ほっ、あ、いいですね。上手でしょ。あ、いいですね。やってみて。いやいや、こういう状態になりますか。やめた方がいいな。はい、じゃあできました。出来上がり。はい、パラパラです。やったパラパラですよ。パラパラだよ。チャーハンだ。はい、行ってきました。出来上がり。まあ、フリップするだけ。フリップがポイントですね。そうですね。フリップポイント。はい、チンゲン菜の食感が決め手のパラパラチャーハン。ナンプラーの風味も生きていますよ。そしてフライパンチャーシュー。粗熱が取れたら薄く切り分けます。断面が大きくなるように切り、ふんわり盛り付けるとおもてなしにもなる華やかな一皿に。いつもの味が一工夫でとっておきのごちそうになりました。いやー、あー、いいですね。香りがね、一気になんか中国に来たような気分、はい、あ、本当です嬉しいですね。セットアップも綺麗で、はい、しかもスペシャル、はい、今日は、はい、おもてなしのおもてなしのお酒が、はい、お酒がいただきます。なんかいつも飲んでてすいません。すいません。いただきます。あ、いいスタートですよ、これ。これいいスタートですよ。じゃあまず、まずはどうしましょう。チャーシューを取っていただいて、うん、はい、ここにちょっと、さっきちょっと残したタレ、はい、いや、ちょっと、ちょっとかけて。ちょっとかけて、うん、チャーシューだもんね。まあ、生ハムのようなイメージでしょうか。怖い。あ、綺麗ですね、なんか。はい、いただきます。うん、うん、柔らかいでしょ。うん、しものすごく美味しいです、うん、美味しいね。ちょっとなんか
なんか高級チャイニーズレストランですよね、うん、本当、うん、タレがこのタレすごいですね、うんうん、すごくおもてなしにはぴったりだよこれ。チャーハンがずっとこっちを睨んでるんですけど、はい、じゃあぜひ食べてください。いいですか、はい、この器も可愛いですね。いただきます。チャーハンだ、チャーハンだ。うわ、美味しい。このチャーハン、お、ナンプラーが美味しい。隠し味だ、ナンプラー。あ、そうですね、うんうん、なんか味が締まるというか、なんかチャーハンっていうチャイナって感じの。ちょっとお邪魔してすみません。歯触りが、うん、なんとなくこう出て美味しいですよね。美味しいですよね、このね。普段のおかずがパーティーの時にどんな風に楽しむかっていうことを自分でやっていただけたら、うんうん、あのチャーシューを一つ覚えて、チャーハン一個覚えると広がりますよ ね。いや、もうこのタレが僕は今日一番感動しましたね。本当ですか。やっぱりチャーシューが作れる、簡単に作れるっていうのはもちろんなんですけど、このタレがやっぱりこれ作れないと今の感動はないなと思ったので。あ、本当ですか。嬉しいですね。だポイントはやっぱり八角とシナモ ン。でこれが入るからちょっと本格的な感じね。これでだいぶ変わるんですね。そう、そうなんですよね。だから、うん、あの、ま、頑張っておもてなしになりますから、間違いない一回ちょっとトライしてやってもらったら嬉しいです ね。ぜひ。それでは今日のおさらいです。まずはフライパン一つでできて見た目も華やかなチャーシューのポイントから。豚肉は油が程よく乗った肩ロースがおすすめ。まず塩をもみ込んで10分ほど置き、紙タオルでしっかり拭いて余分な水分を取り除きます。漬けだれのベースは醤油と砂糖、オイスターソースや八角、シナモンを加えると本格中国料理の味わいに。フライパンに生姜、ニンニク、豚肉を入れたら全体に焼き色をつけます。側面からしっかり焼くのが晴美さん流のコツ。肉の厚みがキープできる上切りやすくなります。蓋をして弱火で8分から10分、8分ほど火が通ったら一旦取り出します。余分な油を拭き取ったフライパンにタレを入れて中火で煮詰めます。肉を戻し入れたらタレを絡めながら3分から5分焼いて火を通しましょう。切り方は大きく薄く。ふんわり盛り付けるとおもてなしらしい華やかな印象になりますよ。続いてはひき肉とチンゲン菜のチャーハンのポイントです。チンゲン菜、ネギ、インゲンは大きめに切り、シャキシャキの食感を生かします。溶き卵は多めの油で一気に炒めてふんわりと。半熟状になったら一旦取り出しておきます。ひき肉、ネギを炒め、ご飯を加えたら軽くほぐし、フリップし続けながら炒めます。卵を戻し入れたら味付けは香味醤油とナンプラー。チャーハンの風味がワンランクアップしますよ。チンゲン菜は水気が出るので別に炒めてから加えるのが最大のポイントです。このひと手間がパラパラチャーハンへの第一歩です。ぜひお試しくださいね。栗原はるみの定番ご飯年末スペシャル、明日もお楽しみに。